先ほど1400年という歴史があるということなんですが、それだけ古くからもうあるお寺なんですね。この山自身がこう神様が宿る山でしたからね、それが仏教が伝来して、そして神仏集合だってね、で聖徳太子がこの山は霊山であるというところで千手観音像を自ら刻んでこの寺を建てたという歴史なんです。自ら刻んで、そう、自ら仏像を掘って、でその千手観音を安置してこの寺を開いたと言われています。うわすごい、もう今の観音さんは違いますけどね。ああそうですね、私はないですけど、その昔のご本尊様っていうのは、まあ、聖徳太子が掘られたという言い伝えはありました。へー、はい、すごい、その歴史の中で誓われた、はい、もう皆さんに愛されてるんでしょうね、こちらと。そうですね、まあ、普段所のお寺ですから、もう日々全国から巡礼さんがね、たくさんお目にかかりますね。へえ、またこちら新しくされたということで、はい、これ前よりも広くなってるんですか、ね、少し大きくなりましたね、奥行きがだいぶ広くなりました。あ、そうなんですか、はい、ちょっと日とかは参拝される方もすごい多いって伺ってるんですが、そうですね、まあ昔から比べますとね、あれですけどね、でもたくさんの方が、今はもう林道が道ができましたんでね、お参りしたくなりましたから。あ、はい、なるほど、昔は歩いてしか参拝できないと言いましたからね。歩いてだと、はい、ふもとから大体1200段って言うんですよ。1200段、うん、階段でもう1200段、そうです、だから大体40分から、まあ、ゆっくり歩いて1時間かかります。その40分かけてとか、1時間かけて登ってきて、やっとそうです、ちょっとこう拝めるという観音さんに出会えたというのも本当ですよ、その出会えた感動もひとしおですね。やっぱり辛いことをね、超えるとね、より感動が大きくなりますからね。本当ですね。で、今やっぱり安土といえば信長、そうですね、その信長に何かこちらには関係はあるんでしょうか。よくあの観音寺城っていう言葉が出てくると思うんですけども、この寺の周りすべて佐々木六角氏の城跡なんですね。おお、ここら辺がですか。そうです、そう、もういろんな山中にこう昔のこの屋敷跡がいっぱいあります。それで信長が、まあ、佐々木六角氏をこう攻めてくるわけなんですけど、で一時期は観音障子もそのまあ全てその時に消失したって言われてますけども、はい、実際にはそのそういう城には火をつけなかったみたいですけどね。まあ、どうかは、まあ、私も分かりませんけど、歴史ですからね。やっぱりそれはやっぱりお寺を敬う気持ちだったりはそうさせたんでしょうかね。そうですね、はい、いかがですか、じゃあその、はい、ちょっと信長ファンとか安土に来たんですっていう方もこちらにいらっしゃったりされますか。そうですね、今大変あの名城百選ですか、城をこう巡る方が多いですからね。でうちも名城百選の中に入ってますので、たくさんお目になります。ああ、はい、名城百選というのはそういう冊子みたいなものがあったり、はい、でこう全国の北海道から沖縄までそういう散歩を100名城と集めております。へえ、でうちは佐々木六角氏ですね。へえ、すごい、じゃあもう全国から今いらっしゃってるんですね。いろんな方が、はい、なるほど、1400年の歴史があって、はい、そしてもう敵が来ても焼き討ちを免れたような、こんなも歴史のあるお寺、はい、そしてまたねこのいい香り、この香りぜひ皆さんに体験してほしいですね、はい、本当に心が穏やかになってリラックスできます。今日はいろいろとお話本当にありがとうございました。